はい、人は変わりますね。ですんで、どんな人に対してもやっぱりね、依存してはいけないと。一定の信頼は必要なんですけども、でも依存してはいけないかなと思います。で、この人が絶対にサポートしてくれるだろうなっていうふうに思ったのに、そうならなかった場合は、やっぱりね、その事実を受け止めて、まあいわゆる損切りをしなくてはいけないのかなと思いますよね。うん、そもそも自分の人生に他者が責任を持ってくれるわけないんでね。うん、だからビジネス上の口約束っていうのは、まあ履行されてないってことなのかもしれませんし、うん、なんかね、そんなもんかなと思いますね。これはね、いつもそういう覚悟をしとかなくちゃいけないってことかなと思うんですよ。なんか世の中には不当たりっていうのがありますからね、当たり前のように。それから返済不能とかギブアップお手上げみたいなのもあるわけですし、トンズラっていうのも当然ありますしね。あの、約束通りお金を貸したのに返済日に返ってこないみたいなこともあるわけですよ。で、あれ今日返済日なのになんで返してくれないのって言ったら、折衝やマンダさんって言ったりとかね。どっちが折衝やね、貸した金返ってこん方がよっぽど折衝やみたいなね。本当ですよね。だって貸したお金が返ってこなかったら、あげたお金になっちゃうわけですからね。冗談じゃないですよね。しかも金利までもらえると思ったら金利すら踏み倒されるわけですから。で、私はね、そういう時に思うんですけども、あの、返済ができないならできないなりにね、じゃあ10万の返済が滞りました、300円なら返せますって感じで、それこそ昼飯抜いた300円を払うぐらいの誠意は見せられないのかなと思うんですよ。うん、そのぐらいやって払いませんっていうところを見たらね、それでも許せないけども、まあ300円もらっていくわみたいな話になると思うんですよ。で、飯でも食わしてね、しっかりお稼ぎなさいって話になるんですけども、なんで貸した金が返せないとビタ一文返せないんですかね。今手元にこれしかないんでぐらいのことは言えないんですかね。まあ、万田銀次郎の物語ではね、たまにそんな出てきたと思いますけども。で、ピッピッピッ、足りまへんなとか言ってからね、万田藩折衝やん、今日は、今日のところはそれでとりあえずみたいな、聞けまへんなとか言ってから面白いですね。でもやっぱりね、自分は一番信じれるかなっていうのは確かにそう思います。ただ世の中には自分も信頼できないと、自分は決めたことすらできないから全然信用できない、だったら誰かにセールスを任した方が、この人はまあ自分の商品は売ってくれるだろうみたいな信頼があるわけですよね。うん、それってでもね、ちょっとまあずるい話でもあると思いますけどね。まあくどくと言ってもしょうがないんで、また気持ち切り替えていきましょう。うん、私もね、あの、新しい未来へ向けて、もう遺恨残すことなく、結局去っていくんですよね。こうやってどんなに華々しい人物も去っていく。地味でいいから続いてほしいなと思います。地味でいいから来年も再来年も5年後も10年後もいてほしいなと思いますね。そんな人待っています。いってらっしゃい。